ロマサガ3、術縛りの旅、はぁ始めるよー。よろしゅうよろしゅう。前回のあらすじー。いや、あらすじとかより、この男性誰？これは正規の大海賊、ブラック様や。正規の大海賊、ブラック様？大怪獣物語かなんかかな？正規じゃなくて正規でよかったの。わしはその都合のいいように大展開を直そうか。私たちそのような名前の方は存じ上げないのですが、とりあえず一回大陸に帰ろう。話はそれからでも遅くないっしょ。そうだね、そうしようか。っていうか、あの兄さんがどこ行ったのさ。彼はあの海底部でアースコンバットの役目をしています。何？シンプルに考えても辛い役割だな。あなた嘘ついてんじゃねーよ。なるほど、ブラックはさっきのハーマンおじいちゃんと同一と。ふーん、まあお互いの目的は達成したし、後腐れなく別れようぜ。そうだな、俺も鳥になりたかったところが、ここに投げ追いとなさせてもらうぜ。しかし、おじいちゃんの足を引きちぎったってのがフォルネウスだったってのがびっくりだね。あんなでかい口なら、妙に納得しちまうよな。でも、それでおじいちゃんになっちゃうだなんて、あれか？フォルネウスの口は玉手箱かなんかなのか？足と一緒に寿命も食われたんちゃうかな？ということで、今回来たのは？今回はこちら、遊園地 HKM に来ました。遊園地？第一の試練、近道か遠回りか、どちらかお選びくださいだお。え、この人の声バグってね。細けえことはいいんだよ、遠回りすって。ふむ、このアトラクションは、この迷路からの脱出、ってことかな？迷路なの？ゆっくりには一本道にしか見えないんだけど。っていうか遊園地 HKM って何よ？え、知らないの？いろんな試練という名のアトラクションが楽しめる遊園地、HKM。だからその HKM って何よ？西洋病の略かな？流行らねえぞそんな呼び方。あ。お。今明らかに自分から当たりに行ったよね？か。巨人がいる。これが噂の試練とやらか、相手にとって不足なし。いざ、尋常に、勝負。なんていうかな、巨人さんに対する第一印象をお伝えしても良いでしょうか。はいどうぞ。脳みそ筋肉で生成されてそう。つまり、物理に対する攻撃力、防御力は高そうだけど、術に関する何もかもが弱そう。まあ言わんとしていることはわかる。あとあれだ、あの巨人さんはエスマスの幻影なのかもしれない。つまり見た感じ左利きのようだし、きっとあの剣も由緒正しきものなのかもしれない。クレハタンのその理屈を真に受けるとなると、あの巨人は倒すのはまずいということになるね。本当だ。分かってて言ったんじゃないんかい。うん、まあダメージはこんなもんか。見た感じ特別術に弱いってわけでもなさそうだね。そうだね、フォルネウスの時とあんまダメージ変わらないかも。じゃが、向こうさんからのダメージは少々痛いのう。おう、老子300オーバー攻撃が当たってるのか。実質半分以上持ってかれんのか。まあ装備の見直しとかしてないし、それのせいもあってやや大きめなダメージになってるのかもしれないね。単体攻撃かつ1回攻撃っていうのが低いか。とはいえ、どんな必殺技を隠しているのかわからないし、注意しながら戦うに越したことないね。そうだね、ミューズ様にはサポートメインで様子見てもらおう。わかりましたわ。わしが体力に自信がなかったら、倒れておったわい。必要に狙われてますな。数いる敵を効率的に崩すなら、一体ずつ確実に仕留めるのは仮の基本ですし。正直、体力高い人に前衛をお願いしているから、そういった意味ではこの作戦、功を奏しているわけでして。まったく、最近の若い者は、グラウンド100周の刑でもしてくるかえ？グラウンドはどこにあるんでしょうかねえ。で、クレハタン、ここは他にどういったアトラクションがあるの？他には2つあって、1個はこの後行く予定の脱出ゲームってやつで、もう1個は射的だね。射的か、楽しそうじゃん。それが残念なことに、今回は射的で遊べないんだよね。え、なんで？弓矢持参なんだって。で、さっき受付で聞いてみたらさ、たとえ弓矢を持参していても、私たちには射的の利用権限はないって言われてさ。あ、なるほど、縛り違反になるのか。そういうこと、だから諦めまーす。範囲攻撃持ってたんか、危なかったね。せやな。これで最後じゃ、トクトクラウが良い。シルバーアイズ、グリーンドラゴン。
よし、なんとか撃破。おや？おやおやおや？豪華景品をいただきました。帰りましょう。結局どんなアトラクションだったのよこれ。まあまあまあ、次のアトラクションに行きますよ。次のアトラクションは何だっけ？脱出ゲームだっけ？そうそう。脱出ゲームって最近流行ってるけど、そんなすぐに入れるもんなの？大丈夫。ファストパスは取得済みだよ。抜かりねえな。で、それはどこにあるの？ね、確か秘密の入り口ってのがあって、あったあった。あれが受付かな？ここは脱出ゲームだ。やるか？やるって？女子たちの生命力、いかがでしょう？やるやらの返事を待たずして攻撃しかけられたんだが。それもそうだが、こいつ、女子ならゆりかごから墓場まで許容範囲らしいぞ。たとえば数列でくそ。で、とりあえずこいつに勝てばいいのかな？そうじゃない？入場の資格があるのかっていうチェックっぽいし。なるほど、ではこの右腕に問うてみようではないか。プリーズネズミや、金の入れば。ミス。ミス。もし腫瘍なさい。腫瘍が足りなかったか。ていうか金の入れ歯が欲しいの？欲しくないけど、あんなスッカスカのカスカスなんて、入れ歯ぐらいしか金になる要素なくない？まあそれもそうか。骸骨だもんな。ミスりはしたけど、あいつにこの術が効くということが分かっただけ収穫だよ。次のターンで決めてみせよう。クレハタンがタッチゴールドを決めるか、他のみんなが普通に攻撃して倒すか、どっちが早いかな？ポテチちゃん、ルルブアビスにはここの記事って載ってる？久々登場ルルブアビス。遊園地国中が組まれているかの書かれているの。書いてあるんかい。ドアリングの囲碁ってやつかな。ヒットポイント大体3000だそうな。お、接戦だ。リベンジーだ、金玉よこせ。私の金玉、大切にしろよな。で、ここがどう脱出ゲームになってるのかな？わからん、行ってみよう。お宝？って、やめてナイス着地、って、誰？顔面偏差値で勝負よ。やだ、お断りでーす。許されるんかい？正直私もびっくりしてる。で、どうやらこのアトラクションは、この場所から地上に戻る、っていうやつみたいだね。敵を避けながら進むやつか、クレハタンの腕の見せどころではあるけれど。任せろ、これぐらいならなんとかいけるぜ。ほらね。珍しいこともあるもんだ。アイテムがいっぱいだよ。え、リュックの中整理してこなかったの？あ、弓矢持ってきた分かもしれない。なるほど。これでいいか。はい、こちらも豪華景品をいただいたので帰りますよ。はぁ、楽しかった。これが遊園地っていうのがゆっくりは納得できないけど、みんなの息抜きになったならよかったよ。世界を救うのも大切かもだけど、そのためには適度に休憩しないとね。じゃあ今回も宿に泊まって温泉に入りますか。女子5名、お願いしまーす。今回はここで終了。また次回をお楽しみに。バイバーイ。